ドロップボックスのマイページにアクセスしている状態です。共有フォルダの正体があると、シェアリングタブに赤いマークが表示されます。シェアリングタブをクリックして確認してみましょう。紹介された共有フォルダの件数が表示されています。この通知をクリックしてください。紹介された共有フォルダの内容が確認できます。 問題がなければ、アクセプトをクリックしてください。他のユーザーから招待された共有フォルダの承認ができました。共有フォルダ登録のメッセージも表示されます。一覧に共有フォルダが追加されています。以上で、招待された共有フォルダの承認は完了です。